フィリア、このフィールドは一体何なんだ？階層も表示されないし。ここはフォローエリアと呼ばれているらしいわ。フォローエリア？あんたはどうやってここに来たのか覚えている？ダンジョン探索中、光に包まれたと思ったら突然このフィールドに転送されたんだ。回廊結晶のコリドーに似ていた気がする。突然転送されたか。だったら私とほとんど同じ。ただ違うのはその手に浮かんでいる文様。フィリオにはないんだな。ええ。というか、ここでそんな文様があるプレイヤーなんて見たことない。え？ここにはフィリア以外にもプレイヤーがいるのか？ええ。でも少しおかしなところがあるというか。おかしなところ？説明が難しいの。実際に会って確かめた方がいい。わかった、そうしよう。で、俺たちが今向かっているのはどこなんだ？あそこに見えるでしょ。あの球体か。中に入ったことはあるのか。いいえ、入れないの。でもあんたがいれば入れる気がする。その文様と同じものが描かれていたから。文様が浮かんできたのはスカルリーパーを倒したことがきっかけのようだけど。でも私には文様が出なかった。あんたの取っているスキルに関係があるんじゃない？こんなことが起きるスキルなんて聞いたことがないぞ。規定の時間に達しました。これより適性テストを開始します。いきなり何？なんだこのアナウンスは。規定の時間、適性テスト。おい、フィリア、これは一体何だ？私に聞かれても困る。適性テストとか言ってたよな。私も確かにそう聞こえた。なんだか知らないけど面白いじゃないか。ここを突破してテストに合格すればいいんだろ。あんた、こんな時によくそんな前向きになれるわね。この状況でテストとやらを回避できると思うか？それに未知のフィールドにはやっぱりワクワクしちゃうんだよな。どうやらお人よしじゃなくてバカの方だったみたい。私はずっと悩んでいたのに。なんか言ったか？なんでも。とはいえ俺はこのエリアについて何の情報も持っていない。フィリア、とりあえず周辺エリアで
今まで戦った敵のデータを全部くれないか。それと状態異常やトラップなんかの傾向も。分かったから、一度にいろいろ聞かないで分かんなくなる。Thank you.
クリアを確認しました。承認フェーズを終了します。ん？承認フェーズ？また出た、このアナウンス。ねえ、どうしたの？あ、いや、ごめん、ちょっと考えてたんだ。何を？ホローエリアのことをさ。テストだとか承認フェーズだとか気になる単語が出てきたから。それで何か分かった？いや、いくつかの仮説はあるけど、どれも決め手に欠けているから、もう少し情報を集めてみないと。そう。なんだよ、不満そうな顔をして。だって私がずっと調べてても分からなかったのにさ。ここに来て数時間のあんたが謎を解いちゃったら悔しいに決まってるでしょ。いや、あの、まだ解いたわけじゃないけど。ああ、これじゃあトレジャーハンターの名が廃るわ。トレジャーハンター？まあ自称だけど、 SAO には職業ってないし、モンスターと戦ったりクエストクリアしたりするより、ダンジョンに潜ってお宝を見つける方が私には向いてると思ってるから。それが生き残るために重要なアイテムであること多いしね。だからトレジャーハンターになることにしたの。そうか。でも危険じゃないか？ソロでの戦闘はただでさえきついのに。トラップ対策や探索スキルは伸ばしているのか？まあね、一応自分の身を守れるくらいにはあげてるつもり。確かにフィリアの戦闘力はかなりのものだった。ちょっと順番が変わったけど、この先に例の転送装置があるわ。ここを抜けると